胸の前で十字を切りました。オーストリア22歳マティアス・ベルトルド、第1番手のスタートです。もう皆様もうご覧になっている方はほとんどご存知だと思いますけれども、1本目の順位で15位までに入った選手、それの逆からスタートしていくということになりますね。そうですね。コース条件をかなり考えてのこういった配慮というのは行われていると思うわけなんですが、先ほどに比べましてかなりこの陰った斜面が多くなりましたね。そうですね。やっぱりこういうコースの中にそういう光のムラがあると、やっぱり選手はやっぱりいろんな面でこう、ええ、まあプレッシャーまではいかないと思うんですけどね、滑りにくいのは確かですね。途中チェックポイント20秒79で通過です。やっぱりこのくらい その選手になるとあれですね、15番目ということでもう自分の限界ギリギリにそのスピードアップさせて、もう自分が転倒してもおかしくないくらいの、滑りを持っていってますよね。じゃ文字通り2本目にもうかけるという。そうですね、かかりにぶつかっていくという。そうですね、成績云々よりももう自分の1本目 の順位よりも もうもちろん上げるということを。1分36秒70が合計タイムでした。そして2番手スタートはオーストリア23歳ギュンター・マーダーです。石岡さん、こちらの選手もやはりかなり頭にポールをぶつけない正確な滑りということになりますかね。そうだと思いますね。しかし手でポールをパンパンと払っていくっていうのは相当運動神経良くないとダメでしょうね。そうですよね。やっぱり僕らはもう滑ってる時は意識はもうないですよね。あ、目の前にポールあまり感じないですか。そうですね。やっぱりこの短いところに70度ぐらいの旗門立つわけですから、あそこ1秒かかんないで通過してるんですね、旗門と旗門を、はい、そうすると多分考えてる余裕ってないと思うんですね。もう反応ですね、はい、体のやっぱりトレーニング、ずっとトレーニングの中での反応がスムーズに出るか出ないかの差っていうのはあると思いますね。46秒19でゴールインです。合計タイム1分36秒29、現在まで第1位ということになりました。そして帝王インゲマル・ステンバルグです。ステンバルグはやっぱ用心深いんですかね、相当大きなヘッドギアつけてますね。あれなら何が当たっても大丈夫だって感じですけどもね。彼はですね、昨年まではこの逆転も片方しかマスターしてなかったんですね。それが今年になって両方の手を非常にうまくコントロールできるようになってますね。そういう面ではやっぱり運動能力っていうんですか、それは非常に高い選手だと思いますね。常に進歩させてるという感じですね。そうですね。どうですかその辺、ずっと一緒に試合回ってきて。そうですね、僕はもうだいぶ離れたから、年齢的にやはり竹ポールと、それからプラスチックのポールと、それから加藤式のポールというすごく時代の流れに対応して、来ている数少ない選手ですかね。やはりそれに必要な運動能力というのがあると思いますね。残念ながらステンバルク途中転倒ですね。これは早めに次のターンに入ろうということでちょっと 内側をちょっと引っ掛けたんですね。ああいうタイミングって非常に微妙ですね。そうですね。ちょっとしたところでああいう形で転倒になりますね。スキーを滑らせなければいけないし、内側と外側をうまく切り替えなきゃいけない。そうですね、大変ですね、はい、瞬間の勝負ですが、続いてはユーゴスラビア31歳グレガー・ベネディク。この選手はかなり自分の目の前に手を出してポールを避けてきますね。その逆手のあれっていうのもいろいろパターンがあるんですかね。そうですね、やっぱり、まあ、どっちかというとやっぱりもう顔の前っていうかね、そういうところで避けるんでしょうけど、やっぱり個人それぞれタイミングを取るようになりますね。ブレガ・ベネディクもコースアウトですね。今もそうですね、若干やっぱり次の動作に入るのが早い、それと確実にターンを終了していないんで若干腰が引けているところにそういう状態が入ると今みたいにすぐバランスを崩してしまうということになりますね。やっぱり硬いピステだけにちょっとバランスを崩すと取り戻すのは大変ですか。そうですね。そして
ノルウェーのフィン・ヤッケです。戦闘的な滑りですね。彼は若手ですか。そうです、哲也で1個下だと思うんですよね。ああそう、伊藤敦史君と一緒だと思う。ああ途中通過タイム第4位です。やっぱこういうあの若い選手も後ろからバン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 トライしてるってことですね。やっぱり果敢に行かないととにかくいいタイムは取れないということで突っ込んでいくしかないんでしょうね。そうですね、守って自分の滑りを常に、キープするっていうんじゃなくて、やっぱりあの短い中でも自分の得意とするところは常にチャレンジしておかないとやっぱタイムに現れてこないってことですね。素晴らしいタイムですね。第3位で飛び込んでまいりました。合計タイム1分36秒38。これはいい記録ですよね。そしてアメリカ25歳フェリックス・マクゲレスです。さっきは彼アメリカに行ってる時彼らと一緒にゲームやった。そうですね、あのもうあの向こうのジュニア世界選手権とかそういうのにいつも一緒に戦ってた仲ですね。彼は新しく出てきた。僕はあんまりあの名前聞かなかったの。そうですね、1年に一度はいい成績を残してる選手なんですけども、転ぶのも多いんですよね。一か八かという。そうです、だからアメリカのそのアメリカンスプリットって言いますか、そういうので一か八かという感じじゃないですかね。しかしこのヨーロッパのワールドカップ見てますとかなりアメリカ選手少なくなってきましたね。そうですね、ここまでのナンバーワンです。素晴らしいタイムでしたね。合計タイム1分35秒81現在までの第1位です。続いてはスウェーデン25歳ヨナス・ニルソンです。こうやって見てると一人一人本当に滑り方変わってますね。そうですね、やっぱり自分の体っていうものを十分に理解していないとそのテクニックだけを真似しても速くならないってことですね。このところ低調気味だと言われているこのヨナス・ニルソンなんですが滑り自体どうですか、ご覧になってて。そうですね、一時彼が本当に速かった時ってのはこのようにアクロバット的な滑りでタイムを稼いでたんですよね。それがみんなが今度そういうことをできるようになってきているっていうことが一つあると思いますね。ですから彼が優勝世界選手権で優勝した時もそういうのはアクロバット的な滑りでタイムを稼いだのが今は全選手がそういう形でタイムを稼いでるってなりますね。先ほどのステンマルクのようにやっぱり自分なりの技術をどんどん変わっていかなきゃいけないんですね。そうですね、現在までの第1位のタイムを叩き出しましたヨナス・ニルソン。そして続いてイタリアリカルド・プラモトンです。岩谷さんどうですかこのプラモトン選手というのは。彼はほとんど GS の大回転のスペシャリストだったんですけど、はい、昨年からやはりスラローム力をつけてまして、やはりオーソドックスですね。イタリートンバと同じでですから、まあ、大回転の基本をそのままスラロームに生かしているという感じがします。種目別大回転では3位に入っているということですからね。非常にやっぱりインターバルのあるところとタイトなところってあるわけですね、スラロームの場合、はい、そういうコンビネーションですね、技術の使い分ける、ええ、そういう能力って非常に高いと思いますね。しかしゴール前これだけ振られると選手もきついでしょうね。そうですね、続いてはルクセンブルグのマーク・ジラルデリ。もうこの辺 の、 順番になってくるとかなり自分 の、成績っていうものを意識してくると思いますね。勝負もしなくちゃいけないし成績も取らなくちゃいけないっていうことになってくると思いますね。現在男子でただ一人の全種目第1シードということなんですがね、相当なオールラウンダーというところですね。そうですね、僕も彼と一緒にトレーニングした時あるんですけどすごい筋肉質ですね。はやはり相当体を鍛えていかないと前線で、いい成績を収めていったら難しいんでしょうね。そうですね、やっぱり試合数が多いですからね、それを毎回こう集中するって非常に難しいと思いますね。ここ
ここまでの第3位のタイムでゴールインいたしました。合計タイム1分35秒台です。そして、オーストリアのディトマー・ケールビヒラー、何か岩谷さんと同じような配色ですね。そうですね。岩谷さん、やはりその筋力トレーニングというものはかなり重点的にやったんですか？そうですね、やはり夏場のトレーニングはそれウェイトトレーニングは主なんですけど、うん、私もいろんなやっぱり運動を数多くやらないと、こう見てても同じ動きっていうのがないわけですね。ですからできるだけ次に来たものに対応できる能力を高めるということで、たくさんの運動を使用しています。いろんなものをやっぱりうまくこなしていかないと総合的な筋力ってのはつきにくいんですね。地元オーストリアということでかなりの声援があったんですが、残念ながら第4位でゴールインいたしました。そして登場いたしました1本目第2位に甘んじました。雪辱を果たすことができるか、イタリア21歳アルベルト・トンバ。こう見ててもやっぱりすごいパワー感じますね。溢れてきますね。画面からでも普通はですね、ストレート系のポールが自分 の, その滑る前目の前に出てくると非常にこうプレッシャー感じるんですよね、はい、今のようなところなんですけどね、ええ、全然ものともしないですね、そういうショックっていうのは。途中チェックポイント11位とちょっと遅れておりますね。しかしながら本当にミスのない滑りと言われてますから、最後までやっぱり目が離せないですよね。そうですね。非常に難しいコースをですね、はい、こう体を十分にこう生かしてスキーを走らせてるってのは非常に上手いですよね。さすがにやりました。合計タイム1分35秒41第1位に躍り出ました。トンバのしてる手袋もまたすごいプロテクターがついてますからね、やっぱり相当滑ることだけに集中できるようにいろいろ周りも考えてるんでしょうね。そうですね、あれだけのやっぱり体を持っていてもやっぱりかなりのショックがあるということでしょうね。そうですね。そして1本目トップを奪いましたオーストリア22歳ベルンハルト・デュシュトライン、アルベルト・トンバの好タイムを抜くことができるか。もうこうなると自分とのやっぱり限界との勝負でしょうね。そうですね、やっぱりあとはこうやっぱり地元でやってるっていうことで、その周りからの注目度ってのはまた違うと思うんですね。そういう面ではかなりプレッシャーかかってると思いますね。オーストリアの期待を背負ってこの2本目、やっぱり急斜面に入るとちょっと体が浮かされたりっていうところはありますね。でも非常に正確だと思います、スキー操作は。さあゴールです。第1位です。アルベルト・トンバを抜きました。アルベルト・トンバここまで3戦全勝だったんですが、ここに来てグシュトラインがその牙城を崩しましたね。そうですね、彼らは声援に応えますね、そういう面では。そうですね、非常にその周りの力を自分のものにするようなところありますね。ご覧いただいてますように優勝はベルンハルト・グシュトライン、そして第2位に上昇と言われましたアルベルト・トンバが入りました。Das Lächeln des Siegers, allzu oft erleben wir das ja nicht, gell, Bernhard?Nein, hat man es nicht oft gesehen. Also in Dezember bin ich oft ausgestiegen. Aber das muss ja eine besondere Befriedigung sein, einen fehlerlosen Tomba geschlagen zu haben. Ich bin ein Starter, der es wäre dann, der hat den Nummer abgedeckt, diese Worte. War es je irgendwo gefährlich für Sie dann unten, wie Sie so viel Gas gegeben haben? Nein, ich bin eigentlich ganz sicher gefahren. Hat mich selber überrascht, dass es sogar gegangen ist.